大相撲の元幕内北西方の暴力問題で宮城の親方元横綱白鵬ら師匠の立場を外された宮城の部屋が朝香山親方元大関海王ら師匠を務める朝香山部屋への九州合併で固まったことが19日分かった春場所は玉垣親方元小結との花ら師匠を代行するが 4月以降は部屋が所属する伊勢ヶ浜一門が処遇を預かることになっており、調整が続いていた。朝霞山親方はこの日、春場所が開催されている館内の日本相撲協会の役員室を訪ね、その後は伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士と約20分間、協議私の方からは何も言えない、と明言は避けた。宮城野部屋は一時的に閉鎖され、 部屋に所属する十両白桜ら力士約20人は山部屋へ転席宮城の親方は道部屋付きとなる春場所後の理事会を経て発表される見込み執行部は力士の転籍に伴う生活環境の整備などには柔軟に対応するとみられる伊勢ヶ浜一門は当初力士は大島部屋宮城の親方は伊勢ヶ浜部屋部屋付きの間垣親方元幕内石浦 は別の部屋へと分散して転属させる案などを執行部へ提出。だが、執行部は差し戻し、力士全員と宮城の親方らを一括して朝香山部屋へ移すことをしていた。朝香山親方は春場所後に新理事に就任予定。執行部では一門でただ一人の理事となる立場を踏まえ、さらに築いてきた師弟関係の絆を重く見て、指定一括の移籍を求めたとされる。